104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。また一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。いいか、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。拠点はここだね。救援要請か。行くぞ。やるよ。ニケカ、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。そんなもんだよ。だった討伐完了。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ巨人ども。相手になるよ。この大通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。よっと。始末してやる。
するようだな。早く進軍ルートを確保しなくては。はっ、傾けよう。はっ、ああ、相手になるよ。悪くないな、その調子で頑張ってくれ。これで大通りを通過させられるな。盗賊の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。どうしてやれ。長野さん頼みます。戻った。やるよ。ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。始末してやれ。片付けろ。ケルカさん任せます。分かってます。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。大通りの巨人は相当強いな。安全に通過できるはずだ。ありがとうございます。道の安全は確保してある。このまま進め。助かった。ありがとうございます。怖い。落ち着け。出口まで我々が援護する。ありがとう。お前と会えるとはな。すまねえが、巨人が出た時は援護頼むぜ。相手になるよ。助かりました。私先に本体と合流してますね。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。あの火星とかここは切ってあげるよ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が火星する。鼻の調子はどうだい。行け。まあまあ今回も役に立ってくれればいい。やった。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。拠点は頼んだ。大通りの巨人は相当強い。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。行
ごいけど、もっと私たちを信じて頼って。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。先に平原の本体と合流してるからな。お前もありがとうな。俺は先に本体と合流してるよ。ありがとう。私は先に本体と合流している。エトさん、任せます。了解。次も。やるよ。よし。前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは。飛行士か。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。やるよ。片付けよう。いけるかさん。頼みます。分かった。ミケさん、分かってます。終わりだな。討伐完了。よし、よくやったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。奴らにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開まで自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。